今日朝から、はい、視聴者、うちの視聴者さんに質問を募集しました。お、はい。肩を突っ込むってことは基本肩で振ってるはずなんですよ。で、ってことは肩で振らざるを得ない状態になってるわけですよね、今の状態ですと。これなんでかっていうと、肩以外の部分を振れてないからだと思う。みなすけ、みなすけです。はい。どんな小さいショットでも下半身リードでしょうか。そうですね、基本的には下半身リードでいきたいです。まあ肩は、まあ、下半身ってどこまでが下半身かっていうところで、体幹も含めるんであれば、まあ、パターンも体幹では打つので、うん、体幹リードにはなってくるかもしれないんですけど、まあ、肩は基本足はそんなにバタバタしないと思うので、まあ、この体幹で打ちますが、まあ、アプローチなんかになると少しクラブをこう振っていくときにはやっぱり足が止まると手前にダフリが出ちゃったり、下半身で打てないと上半身でこう振るだけになってこう体が起き上がってトップしたりって可能性はあるので、基本的には上げてやっぱりしっかり小さい動きですけども左に動きながら振った方がやっぱりこう理想的な左足体重ハンドファーストのインパクトにはなりやすいかなと思うので、ヒットが出づらくなるかなと。そんなに、まあ、バンカーもバンカーも基本的に手打ちですと打点がおそらくボールの手前になりすぎたり、さっきも体が起き上がってトップ出たりするので、バンカーショットの基本はしっかりバンカーショット使います。使います。だから逆に言うと小さいスイングで下半身リード練習すればいいんじゃないですかね。あの下半身使っちゃいけませんショットはないので、こんなちっちゃいアプローチでもあえてから動かして打ってみるとか、結構段差かけてクラブからっていうイメージよりは練習として、一足クラブとかってやって練習していくと、その大きいスイングのつながりが良くなるので、まあ、ぜひおすすめはします。基本的にはドライバーからアプローチまで同じように感じるんです。はい。でもう一個続けていきます。はい。飛ばすための足の使い方を教えてください。うん、飛ばすための足の使い方、いろいろありますけれども、まあ足ってフットワークって一概にこう一つの動きとしては右と左、うん、もう一つあるとしたら前後、前と後ろ、これも体重を移動させるには有効なんです。うん、もう一つは下から上、めっちゃあるね。結構あるんです、この3、まあ、大きく分けるとやっぱり上下と横と前後、うん、これが大きく3つに分けられると思うので、何が自分に足りないかを見つける、見つけた方がいいと思うんですよ。一概にこれですよとは言えない、その人によって今なってくるんですけど、うんうん、結構まあスレーなんかしやすい方っていうのは横がほとんど締めちゃってて、うんうん、縦がな、そう、上下がなかったり縦の運動がなかったりする可能性があるし、逆になんかこう、なんていうの、よくこういう人いるじゃないですか。ああ、いる。一本バッター、そう、こういう人はちょっと横の運動が足りないんじゃないかな。その人は逆に縦なんだね。こうなる人、そうだと思います。だってこの前後の動きが強く、横がないんですね。ああ、横がないんだ。へえ。まあ、あんまりここは、これはもしかしてちょっと上級者編になるかもしれない。ね、下のこの地面反力が使えると、これ飛ばしにはとっても有効なので、まあこういう少しなんかうまく振ってない、飛ばないななんていう方は少しこういう地面の切り上げ、ジャンプするぐらいの、あの、スクワットしてバンとか打つとか練習すると飛ぶようになるかもしれないので、それぞれの練習法として、はい、横が明らかに足りないなっていう方は、体重移動の左右がちょっと足りない、こういう方、まあ、もうちょっと横歩きながら連続打つ、こうやって、もう
歩きながら歩きながら連続打ちをしちゃっていいですかも、うん、足から足から、うん、足からこれ多分こういう方はできないできないできない。あれあそうだよね。あそう、これでうまくこうクラブとフットワークのリズムを合わせていく練習なんかをおすすめしますね、うん、で逆にこれが足りない、ズレしちゃう方、うん、横が強すぎちゃう、うんうん、こういう方は縦の運動をしたいのでドリルとしてはこの足裏のポンポンポン踏み込み踏み込み入れ替えるつま先とかかとのバランスをこう両方一緒にいる時間ってないんです、ゴルフスイング。両方一緒にいる時間ってないからこれをうまく前と後ろでバランスを取るようにしてほしいんですけど、うん、バックスピンの時はバッと上げた時極端にやります。この時は右のかかとと左のつま先でバランスを取る。うん、右のかかと左のつま先、そう、右のかかとと左のつま先でバランスを取ります、はいはい、でそれ以降逆転です。入れ替えです。左のかかとと右のつま先でバランスを取ります。これで少しパチンとなんかこう足踏みするような感じで打つと左右の流れは減ってくるかな。こういうつま先かかとの入れ替えをうまく使ってスウェースイングを直してあげるといいかなと思います。はい、応用編として地面反発力地面反発お使いたい方これむずいよね。あれはむずい、ね、でもやっぱり飛ばしたいんで、やっぱりバックスイングでしっかりバーを溜めてインパクトをずっと加速させるためにちょっと左足だけこうスクワットさせて重心を下げてもらって、左足で、まあ、基本左足のイメージがいいと思うので右足でやるよりも残っちゃうから、う、ね、左足をしっかり屈伸してすぐらいの、まあ、こんな練習するとパワーアップすると思うんで、はい、ちなみに大堀さんはどれで飛ばしてるんですか？私もともとこれだったんです。右左系だったんです、はい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 、足踏みの横踏みだったんです、さっきけど最近はなんかやっぱりちょっとこう地面の反発を入れて、なんかすごい初めて会った時にやっぱ飛ぶなっていうか力強いなってイメージがあったから、はい、どれを取り入れてんのかな。もともとは横でしたけど今のクラブは少しやっぱりこうあんまりこう横流れさせないで縦の動きと地面反力を使った方が飛ぶ飛びそうな気はしますね。大型ヘッドでなかなかフェースターンがしづらいのであんまり動いていると振り遅れそうな気はちょっとしちゃいます、まあ、個人的な個人的に、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はね、本当たくさんレッスンしていただいて、きっと視聴者の方の悩みがかなり解決したのではないかと思います、はい、ぜひ練習場にね、皆さんも行ってたくさん練習してください、はい、で、大堀さんのアカウントは貼っとくんで、はい、ぜひ貼っとくんで皆さんそこに行ってください、チェックしてください。レッスンは、はい、ケーズに。そうです、だよ、ね、大観山の経済アイランドアカデミーで個人的にはレッスンしてますので、はい、ぜひ皆さん受けたい方は受けてください。はい、以上です。じゃあね、バイバーイ。皆さん、リンゴルフオープンニュースをお伝えしたいと思います。6月7月のスケジュール、8月まであるかな、ざっと出てます。6月15日福岡クイーンヒル、まあ、ゆっこが会場に行きます。でインターからも近いゴルフ場となってますのでアクセスもいいということでたくさんのご応募お待ちしています。で7月22日軽井沢ですね。7月で結構暑いんですけれども避暑地飛ぶ、天気がいいとカート乗り入れできるのでこちらの会場もお待ちしています。りさちゃんが来ることが決まっております。でもう一個、8月17日鳴沢、こちらのかなり名門となっております。 YouTube でも結構上がってるんですけど富士山がかなり絶景ポイントでたくさん撮れますのでご応募いただければと思います。以上、ご参加お待ちしています。バイバーイ。